て寒い上海から逃げ出し、深緑の電車に乗り込んだ。駅で知り合った女の子にタイチェンを言い、蘇州の町に降り立った。白壁に石畳、落ち着いた屋根瓦、噂に聞いたほど美人はいないが、街並みはよそ者に優しい。一泊600円の安い宿を見つけ、風邪気味の体を休めている。隣のベッドのアメリカ人が人懐っこい顔で話しかけてくる。そのアメリカ人はニューヨーク出身で、もう長いことアジアを旅している。ニューヨークへ帰らないのかと聞くと、俺にはデカすぎる、あの街は狂ってるって言った。懐かしい匂いのするこの街に、いつかまたやってこようと。